はい。皆さん、こんにちは。ワンダリグルビジです。では、今回は、ステラリスガンダム元続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、統合クタクノル公国と宣戦を布告したので、今回はその続きになるんですけど、まずですね、第一艦隊を急いで、統合クタクノル公国との国境に向けて、動かしています。できれば艦隊を動かし終わった後に宣戦布告するべきだったかなと思うんですが、ちょっともう後の祭りなので、ちょっとそこはね、今後の反省点というところになると思います。で、あとはですね、ちょっとその、いわゆる食料が溢れてるので、食料を削って、今後絶対的に必要になってくるお金ですね、これに差し替えをしていきます。で、当面必要になってくるのが、鉱物資源が必要になるので、一括で、いや、いくら送ってもこいつら金余ってるな、この感じだとね、話にならないね。やめましょう、もったいない。敵艦隊を捕食、これは海賊艦隊、もしくは統合クタクノル公国。統合クタクノル公国だな。アルファイドリ政権を目指しているということで、この後どこに入ってくるかだな。グラミアムかサーボクチャスかのどっちかに入ってくると思うんですけど、どちらにしても第一艦隊が間に合わないですね。防衛プラットフォーム増やしたいかな。整形調査完了したで。ステーションが攻撃を受けてるで。早いな、どこだ？を助けんと。宇宙港が攻撃を受グけラてミるアムでだす。ね。灰を助けんと。グラミアムが敵の攻撃を受けてますね。ただ、グラミアムに艦隊出す余裕がないからな、今は。ちょっと我慢しましょう。これも全てはちょっと段取りの悪さが生んだことなんで仕方がない。ボーボタスに行ったね、敵の艦隊は。ステーションが攻撃を受けてるで。はよ助けんと。研究完了したで。Technology screen is where we will be directing our research efforts. Technology. The tradition screen displays the tradition trees available to our empire. A tradition tree must first be adopted. リーダーの寿命プラス20年はマジでかいな。いやー、結構進行してくるね、敵の艦隊も。ただそれも第一艦隊が到着するまでなんで、我慢だな、我慢。むしろグラミアも取り返すというのも手だね。
第4艦隊は修復完了者で、そしたら第4艦隊は財布に戻しましょう。ちょっとこのまま戻すのは心もとないというか、かわいそうな気もするけれども、いやー結構やってくれるね。オーレブまで入ってきたか。好き放題やってくれる。いやもう1にも2にも味方の艦隊第1艦隊を国境付近に配備してないまま戦線を告したのが全ての間違いだな。上陸。地上軍なんてカス同然だと。オーレブが取られるな。敵に惑星を制圧されたわ。敵艦隊を捕捉したで。くそー、第二宇宙隊とかいうのも出てきてる。これの戦力は894。これを叩いちゃおう。これだったら今だったら倒せる。第二艦隊でキューソムにいる敵の第二艦隊を叩きましょう。慌てて追ってくるだろう敵の第一艦隊は。そうしたら味方はグラミアムに移動した方がいいね。第4艦隊まで敵は創設済み。やるな。
敵艦隊と交戦開始したで。待て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 、第二弾艦隊は何、ここで戦闘を開始したのか。それはまずいぞ。撤退だ撤退。やられるな、第二艦隊が壊滅するぞ。くっそ、ここまでせっかく育て上げた第二艦隊がやられた。さて、ちょっとまずい情勢ですね。まあ、ただ第一艦隊がようやく国境に到着したので、この第一艦隊をまずパエスタに侵入させて、パエスタからアルファイドリを奪還、さらに旧ソブ、この辺りまで進行して敵の艦隊を叩きましょう。艦隊にダメージが出たのが気になるけど、このまま旧ソムまで進みましょう。サーボクチャーズで敵の艦隊と交戦するのか。
アルファヒドリに先に入りましたね。建設完了したで。第二艦隊の立て直しが急務だな。アルファヒドリス星系で敵の第一宇宙艦隊これと交戦してしまうっていうのが一つの手だな。いや、先手打ってサーボクチャーズに侵入しよう。第四艦隊では敵の海賊艦隊、海賊艦隊ちょっと強くなってませんかと。むちゃくちゃでかくねえかこの艦隊。てかこの船。おい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 、大丈夫か。戦艦が撃沈されてますね。これ2000まで戦力が落ちてるってことは、いやー財布もまずいな。で第一艦隊は敵を撃破したね。じゃあ回収していこう。雲守ったって感じかな。そうすると、財布に関しては防衛プラットフォームを建造していく。
で第2艦隊は再建していかなきゃいけないっていうのと、あとは第1艦隊に関しては奪われた星系の奪還をしていきましょう。順に回ってね。エネルギー通貨2100、これはでかい、でかすぎる。そしたらちょっと急いで第2艦隊の増強しちゃおう。第4艦隊も結構ダメージ3500まで減ってるんで、5000ぐらいまで回復してから財布に戻したいんですけど、財布はね、ちょっとそのすぐにでも艦隊を駐留させとかないと危ない領域ではあるんで、いや本当にもったいなかったな、まあ、ちょっと今更でしょうがないですけどね。建設完了したで。第宇宙中艦隊回復してるね、多少は。となると、第宇宙中艦隊はキューソムに進行して、一気に型をつけましょう。息の根を止めにかかる。その過程でグラミアムとポーターズを奪還しつつキューソムへ向かい、コーポローズとオレバーその後でいいですね。というか傷ついた第二艦隊だな。
建設完了したで。建設完了したで。国境封鎖したり解放したり大変だね。さあ、ちょっと長くなってきちゃってるんですが、敵の第一宇宙隊、これを完全に撃破したいんで、ちょっと待ちましょう。建設完了したで。で、財布の艦隊は、財布に戻しましょう、第四艦隊は。急いでね。サーボクチャーズで敵の艦隊と交戦。
設完了したで。東国タクノル公国ですね。よし、完全に勝っただ。ちょっと待ってね、負けを認めようっていうそれだけ。アルファヒドリ星系を手に入れたってこと？いや、それだけで済まされてもな。なんとも納得しがたいけど、まあ、とりあえず第一艦隊を修理に戻そう。で、第二艦隊もまあ割と地球から近い場所、この分あたりで駐留させておきますか。いや、こんなことだったらもうちょっとね、領有を主張しとけばよかったかな。とにかく主力の第一艦隊はもうちょっと増強増強ですね。増強していきましょう。で、そのためにというわけじゃないんですけど、地表に関して言うと、どうだろう。2しか作っていない食料工場というか、食料の供給源に関しては、建て替えて、今欲しいのは鉱物資源が欲しいので、鉱物系に建て替えましょう。どうせ誰も買ってくれないんでね、食料。ヤザンも鉱物に変えてくれと。で、第一艦隊に関しては、巡洋艦と駆逐艦とコルベットを、それぞれ何隻かずつ増強して、できれば7000まで戻したいですね、やっぱり。艦隊の総兵力を。で、東国タグノル公国。この連中には属国化させたいな。マイナス1000だともう交渉の余地ないね。金がこんなに有り余ることか。そんな時が来るとはちょっと思わなかったけど。まあ、とにかく今休戦中というか戦争が起きてない今のうちに、とにかく急いで第一艦隊と第二艦隊の増強ですね。
建設完了したで。そしたら地球圏に戻して、地球圏で艦隊を増強しましょう。はい、ではちょっとね、いい時間になりましたので、今回はじゃあ一旦ここで終わりにして、次回またこの続きですね。まあまた統合クタクノル公国との戦争が遠からず勃発すると思うので、それに向けて第一艦隊を増強します。まあ目標は7000超え、戦闘力ですね。そこまで高めていきたいと思います。そうなるとね、ちょっと鉄が足りないんですよね、鉄が。鉄が入ってくれば、お金はあるんで、まあ、どうとでもなるんだけどね。では、じゃあ本当に今回はここで終わりにしたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。